ホフレ・ボルジアは、イタリアルネサンス期の軍人、政治家。カタルーニャ語では、ジョフアはーハとなる。スクイラーチェの領主。父は、ローマ教皇アレクサンデル6世。母は、バノッツァカタネー。同父母の兄弟に、チェーザレ、ホアン及び、ルクレツヤがいる。また、イボ兄弟として、ペドロ・ルイス、イザベッラ、ジローラマが知られる。 ジュリア・ファルネーゼとアレクサンデル6世の娘ともされる、ラウラと持ちのつながりを有している、可能性もある。ホフレは、ナポリ王国の国王アルフォンソ2世の娘であった、サンチャと結婚したものの、サンチャは、チェーザレやホアンと、肉体関係があったとされる。チェーザレが、ロマーニャ公爵として活躍していた時期に君を、引いていたものの、特段の大きな成果は残していない。 チェーザーレラが死去して、ボルジア家が没落した後もひっそりと生き、1522年に死去した。1506年のサンチャの死後、マリアデミラという女性と再婚、4人の子を設けた。長男、フランシスコの子孫が、スクイッラーチェ公家として続いた。ありがとうございます。